私の話を聞いてくれるかな。犯した許されない罪を。お母さんと妹と三人で暮らしてたんだ。お母さんは私たちのために、だから私も。お母さん、妹に誕生日プレゼントを買おうとして無理してシフトを増やしたみたいにつけてたヘアクリップ。そんな妹が初めて欲しい。おか、だから決めたんだ。あの、おはよう、綾乃浩二くん。を打ち破れるのは自分だけだからな。これからは向き合って生きていけると思う。もし声をかければいい。あ、迷ってもいいの？俺なんかでよければな。あのさ、どうした？なのに、なんていうか、私こういう、少し遅くなっちゃったけど、いらない？ありがとう。